あ、ミルキーは前田敦子さんと何か話したりした？あの、うん、これ実は言ってなかったんですけど、うん、多分東京ドーム2日目の日に、うんうん、次の日のリハーサル中に前田敦子さんと高見さんと、うん、根岸さんと、うんうん、あと秋元才加さんと、うんうん、怖い話してて、怖い話、ね、うんうん、ほんでなんか私が怖い話するの好きやからずっと喋ってたら、うん、前田敦子さんがめっちゃ怖がってて、うん、可愛かった。あ、そうな、じゃあいっぱいお話ししたってこと？怖がってたから、うん、お話ししてんけど怖がってたから、うん、もう一回しようかなと思ったら怒られた。え、なんかググったすかなんかに、うんうん、ミルキーなんか前田敦子さんが好きでみたいな。そう、ほんまに好きやねんって書いてたもんな。そう、だからもうなんか前田敦子さんの卒業はすごい寂しいけど、うんうん、でもなんか前田さんが勇気を出して決めたことやから、もう頑張ってもらえるように私たちも頑張りたいなと思います。そうですね、はい、前田敦子さんのことを愛しています。愛しています。はい、もうめっちゃ綺麗かったよな最後のドレス、やばかったよな、なんか感動した。もう泣きすぎてしんどかった。もっとみんな裏でモニターがあるんですけど、うん、そこに寄ってたかって、うん、その残り出てない SKE さんとか HKT さんとか NMB も JKT さんもいるから全然モニターが見えへんのか、うん、頑張って聞いてた。みんな、うん、みんなでも見てた、見てたな、モニター。すごいよね前田敦子さんって、あの間が、なんか話してる時にさ、すっごい間を作るというかさ、うんうん、あの間を怖がらへんよな、うん、私やったら礼してる時とかにずっと礼してたのしてる前田さん。あー、最初ちゃん初めバーって一人で出てった時かな、アンコールかなんか、うん、でその時3日目のその時に礼が1分ぐらいしてたと思うね。うん、なんか私やったら耐えれへんのよな、そういうの、なんか喋らなみたいな、早く喋らなみたいな、あなっちゃうし、喋ってる途中にもああいう間を作れへんからすごいなと思った。でもなんかそれだけ、何やろ、落ち着いてはったというか、うん、もう気持ち的には落ち着いてないかもしれへんけど、うん、何やろ、その寂しいとか卒業するの悲しいっていう気持ちもあるけど、うん、なんか落ち着いて自分の言いたいこと言ってみたいな感じの、うん、なんか、そうやっぱりすごいなって思った、そういう場で言えるのが。すごかったのな、まあたくさんのいい先輩に恵まれてるよな。な、うん、ほんまにすごいなって改めて、なんか AKB さんとか先輩の凄さを実感したコンサートでしたね。うん。ね。はい。またいつか NMB も大きい会場で、はい、単独でできるように頑張りましょう。頑張りましょう。ね。